はい、いいですか、はい、こちら有機のあんバターですね。あの有機ジャス商品になっております。パンに塗って、食べていただくというところで、バターが大体 4% から 5% 入っております。カップタイプでしっかりと、冷蔵庫で保存していただけるような形になっております。こちら有機の小豆を使ったお茶になります。あのアッパーの商品ですね、製作石だとか紀伊国屋さんとかに、置いていただいております。お客様で10年以上経つような商品になっておりまして、カフェインが入っておらず、カロリー、砂糖も入っていない小豆のみの商品になっております。有機の砂糖ですね、うん、オーガニックブラジル産の砂糖になっております。